ハボロ炭鉱は、北海道北西部ルモイ炭鉱の中心的炭鉱。1935年創業開始。ハボロ本鉱、上ハボロ鉱、地区別鉱の3地区からなっていた。良質炭を産出することで知られ、大変人気があった。1970年12月に建て鉱の密閉作業や、鉄道の廃止、閉山式を行って、完全に閉山した。 特に、ハボロ本港には、中国の流宝炭鉱、福岡県の締め工業所の流れを組む、ワインディングタワーと呼ばれる、タイプの櫓が現存している。閉山時の事情、状況については、ハボロ炭鉱鉄道に詳しいので最初のこと。現存するハボロ炭鉱地区別港のホッパー棟、現存するハボロ炭鉱ハボロ本港の、 立港や倉北海道苫前郡羽幌町地区別、明けの、三毛別、太陽、上羽幌、旭川など、地区別川上流、羽幌川上流,羽生町上流地域一体会社としての羽幌、炭鉱は、その業績も、去ることながら、実業団活動に力を入れ、野球部、壇上バレー部、スキー部ジャンプチームは、国内トップクラスの実力を誇った。笠谷正雄などが活躍。また、 正男の弟、笠谷幸雄も練習に帯同していた。他に、大内勝三大森京一、菅野浩二菊池栄一、岸本光雄、竹内健二、松井隆といった選手が所属していた。また、当時日本では、大倉シャンツェに次ぐ規模を持った、ジャンプ台も抱え、スキー部の練習はもちろん、大会も行われていた。また、町内にある、 高校スキー部に与えた影響も大きいことは見逃してはいけない。例えば、羽幌高校の沢田久喜羽幌太陽高校の吉岡与一などがいる。ちなみに、羽幌炭鉱の閉山に伴い、高校のスキー部は廃部になった。都市対抗野球大会に1959年と1963年の2回出場。 日本産業対抗野球大会に1962年から64年にかけて3回連続出場した。ドラフト指名選手も2名所属した。全日本バレーボール選抜男女リーグ1部に所属した。地域リーグで常に優勝を争っていた。日本卓球リーグ2部に所属していた。主校は地区別校と上、羽幌校で共に羽幌単行鉄道が通っており、 駅前の商店街には居酒屋、パチンコ店、病院、映画館、50メートルプールなどがあり大変な賑わいを見せていた。地区別高築に現在も残る旧太陽小学校校舎、手前の円形ドーム上の建物は、体育館1970年に閉山した当時、1万人近く、いた山の人口は現在では50人にも満たない、典型的な廃墟地帯となった。 2018年3月、豪雪により、太陽小学校の体育館の屋根が倒壊している、ことが、炭鉱巡りをしていた、会社員により確認されている。以下の会社も、バボロ炭鉱を、設立母体としていた。閉山1ヶ月廃墟に変わるハボロ港。北海道新聞。さよならハボロ炭鉱。北海道新聞。小雪の中で、ハボロ炭鉱の閉山式。 北海道新聞、雪の重さに耐えられずハボロの旧太陽昇園形態育館東海。北海道新聞、2018年4月1日閲覧。ありがとうございます。